の震災が起きてから福島の寮には戻れないですし、夏頃に、会社としてチームを休部するという発表がありました。率直に仙台のチームということで地元じゃないかとすごく嬉しくなりましたし、いざ始まってみてホーム開幕戦の時は本当にたくさんの方に来ていただいて、サポーターの方にもサッカーを続けてくれてありがとうと弾幕を出していただきましたし、岩手クサジアムという最高のスタジアムで試合ができるんだなっていう幸せでいっぱいでした。これはずっと本当に忘れることないあの風景だし、本当にこのチームにとって大事な歴史の一つになる瞬間を作ってくれた本当に最高のサポーターの皆さんたちだなって思いました。マイナビはこの2021年の2月からマイナビ仙台レディースとして経験を引き受けて運営をいたしますので、それらの歴史をこうしっかりと引き継いで運営をしていきたいというふうに考えています。これまでマリーゼベガルタ仙台レディス、マイナビベガルタ仙台レディスと歴史をつないできましたけど、その歴史をこれからもつないで地域やサポーターの皆さんと一緒に盛り上げていってほしいと思います。そして自分自身も一緒に盛り上げていけるように頑張りたいと思います。今サッカーがこういうふうに注目されていることが当たり前じゃないというか、たくさんの方の支えがあってできているっていうことを感じてほしいなと思いますし、強くて魅力のあるチームでたくさんの子どもたちがマイナビでプレーしたいって思ってもらえるようなチームになってほしいなと思います。 WE リーグ初年度優勝を目指します。その思いとしては仙台から東北から日本全体を盛り上げていくと、 WE リーグを盛り上げていくという思いで一番高い目標を目指していきたいというふうに考えるからです。震災から10年経った年っていうことで、このチームは震災と関係のあるチームですし、やっぱりそういうところも含めて私たちの結果で皆さんに明るいニュースを届けられる年にしていきたいなと。新たなメンバーも加わって練習とかでもすごい、毎日レベルアップしてるっていうのを感じているので、もっともっと、みんなでレベルアップして、優勝を目指してやっていきたいなと思います。